もう一個閲覧注意のやつがありまして、これがこれね、4拍子でやると4拍子のレガートの上で今度は3拍子のボサノバに聞こえるようにすると。バランスが取りにくいです。一拍ずつちょっとずつ増やしていくと多分練習になると思うので、まずレガートすると、だから2拍目やると足していくと、なんか急にボサノバみたいなのが別個で聞こえてくるみたいな。で、これを手を合わせると、このタツツ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 がベースのパターンと一緒になります。なので、これベースと一緒にして、で最終的には。聞こえてくるので、そしたらそれに乗っかってっていう風にボサノバの完全に3側のボサノバの方のリズムを叩くっていうのをちょっとやってみましたので、これはブルースでやって F ブルースでやってみますので、 F ブルースで最初は、普通にレガードしてて、で足がボサノバのパターンの割り方に切り替わります。でそれから手がいきなり3連符のになって、左手がベースとぴったり合ってるのを確認してください。そしたら途中で、今度は、ブルースの3段目で完全にボサノバに頭切り替えて3サイドから4を見てるみたいな感じ でまた戻ってきてっていうのをやってますので、まあ譜面を見てもらって練習していただければと思います。ちょっと一回見てください。閲覧注意ですけど、今回のこれのフレーズに関してはちょうど自分が研究中っていうか、まあ、演奏でよくこれ使ってて、最近これこうもっとちょっと安定させたいなと思ってちょっと練習してたところだったんで、ちょうどまとめてみましたが、非常に難しいことをやっていますので、これは別にできなくても全然、むしろこれベーシストがね、このこれでやってオタオタしてしまうようだと結局やった意味がなくなっちゃうんで、これは僕はリハーサルで必ず相手の力量を見て、今こういうことをトライしてるんだけどっていう、こういうのをちょっと練習してみないって言って、こうその早めのリハーサルのちょっと空いてる時間にこうベーシストと練習したりとか、でピアノとかギターとか、要はソリストは それをどっちにも乗りながら演奏できるようにしながら演奏するんで、だから3階に乗ったり4階に乗ったりってこと、まあみんなで一緒に練習します。僕ら結構浜崎渡るバンドなんかでそうですけど、リハーサルをこう1時ぐらいから5時ぐらいまではこういうのをメトロノームで鳴らしてずっと練習して、でそれからバンド練習して、でライブしてっていうのを4日間続けるんですよ。わあ、もうすごいアプローチがいっぱい出てきて、めちゃくちゃ面白いっていうか、みんなこうしてあっちやってこうやってみたいな、本当になんか急にリズムがカクカクカクって変わっていく感じが、それをいいと思うか悪いと思うか人によると思いますので、でこれベースラインをですね、こうやって練習するベースラインベースラインとやるとまた急にできなくなるんで、メトロノームでやってたらできるんですけど、ベースラインやると急にできなくなるんで、このベースラインを、メルマガ登録していただいた方には、プレゼントしましょうしようと思いますので、設定しておきますので、
メルマガを登録していただく、今までのメルマガ登録した人も、突然お送りしますけど、メルマガ登録してない方はこれパッて見ると、最初に多分メールが2通来ると思いますんで、3通かな来ると思います。その1通の中に、この、ベースラインのコンテンツのダウンロードできるページをお送りしようと思いますので、ぜひメールマガ登録してください。よろしくお願いします。